来たいいから絶対行け。おい挑戦士ドラゴンカードマックスグレートゴリラ、うわー可愛いスカートでしょ可愛いスカートだろこれは間違いなく。来てるかなほら、おお。こんばんは。うわー可愛い服装になってる、すげえ。あなんか意外となんか胸があるよね、気のせいだ。あすごいね、3サイズのあれだな、70、72、75でどん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 増えていってるな胸が。え、あこんばんは、誰ですか。ちゃんと来てくれたのね、嬉しいわ。笑い笑い笑い、ホムラか。バカ何言ってんだよ、あ何をおっしゃってるのよ、私は赤いじゃないわ字が出てるぞ。ちバレバレかよ、何やってんだそんな格好で。二十位のやつよ、私だけ入れてくれねえだろ、だから変装してみたんだ。変装？仮装じゃなくて。うるせえな、そんなことよりせっかくなんだから楽しもうぜ。これで口紅とかしたらね、よかったかもしれんな、うん、おいそろそろプレゼント交換、そろそろ出るぜ。え、だってプレゼント交換これからだよ。だから持ってきてないのバレないうちにさっさと出んだよえ、おい、ホームだ。ああ、楽しかった。最高の栗。うまいもんもいっぱいだしね。まあ、それもあるけどな。何か他にあるの？赤野郎、そんなこと聞くなよ。ほんとだよ、主人公。とにかく。あ、そうだ。はい、これ。メリークリスマス。私にか？電話があったから一応と思って、交換用とは別に用意しておいたんだけど。なんだ、最初から。バレバレだな。チェ、嬉しいことしてくれるぜ。あー、こういう男の子になればいいんだな。ほんと、今年のクリスマスは最高だぜ。ほんとにそうだな。うん。よーし、これで次の、デートからは、フリフリなね、スカートを着て、くれるはずということで、ちょっともうデート行っちゃおう、すぐデート行こう、正月終わったらすぐデートだな。とりあえず正月だな、正月の待て、ことぶきさんに電話、こいつ適当に電話してから適当なところで、うん、あ来んなよ、よいしょー、はい、あれ、あこれが最大なのか、なんかもうちょっとあるかと思ったわ。お、来た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 、あ、はーい、おい、ホームラー、こんな朝早くからどうしたの。新年明けましてどうしたのじゃねえよ、あ、行こう行こうよっしゃ、行こう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 、お待たせ、そういえばホームラー、晴れ着だね、まあ、十分気合せてるよばあちゃんに教わってるからな。おい、さすがばあちゃん、これ見たらかったるくなってきた。帰って、うん、いいよ。あー、嘘嘘、即答。わかったわかった、じゃあ気合えていこうぜ。せっかくだからおみくじ引いていこうぜ。おみくじおみくじ、どうせ大吉だろ。きょきょ、コツつかんで大吉出したか。まあこんな感じだったら、ホムラはどう。やってみようか。何？ほら大吉。すげえ、コツがあるような気がしてきたぞ。そんなわけあるか。この時間にも来るやつがいるんだな。もう一回？冗談だよ冗談。あは、ホームランも冗談って言ってるけど、あれは本気だった気がするわ。気がしますわ。ここだここ。おお、スカートなのか？見えねえ、意味な。そんなことより早く遊ぼうぜ。ここの映画館今ゴドリアをやってるんだ。やって、ホムラ？もう並んでるよ。はい。そう、これをホムラとね見たかった。うおほい。完全にあれだけどな。あれだよ。
あ、トップを狙え、トップを狙え、トップ。今の映画最高だったな。あー、すっげー面白い。もう一回見ようぜこの絵。私マジに腹減った。あ、そうだな。おい、来たー。スカート全然見えないぞーい。寒いよな。晴れたといえば、晴れたとはいえ冬だからな。寒いのは当たり前だよ。まあいいや、さっさと入ってスケートしよう。まあスケートしよったらな、か体が温まるしな。結構溝ができてきたな。さっきも危なく転びそうになったぜ。溝ができた方がね、あれだけどな、滑りやすい感じはするけどな。俺はもう転んだぞ。俺も転びそうになった。これで良かったのに。スカートの状態で転んだらダメだろう。俺はもう転んだぞ。え、あ、ほんとだ、ズボン濡れてるぜ。バカなやつ。絶対笑うと思った、絶対笑うと思ったわ。私マジよ。すげえ誘ってくるな。よーし、今回はバレンタイン来たぞー。もうときめきと完全にマックスだからな。確実にいい感じでもらえるよ。いや、ホムラ。おとろけ、お前にこれをやる。すごい。驚いたよ、チョコレートケーキじゃないか。普通のチョコ渡してもつまんないからな。後でいいぜ。おかしいと思った。どう見たって7号だもんな。7号ってどんなもんだ。やばいね。ピザで言うと、ピザで言うとって。おかしいな。よーし、最後スキーに聞いてます。天の霹靂だぜ。やっぱこうでなくっちゃな。今日は思いっきり遊ぶぞ。イエーイ、めっちゃ遊ぶぜ。晴天の霹靂の意味わかんないぜ。全然わかんないぜ。着替えてきたけどさ、とりあえず腹ごしらえしてから滑ろ。じゃあ食事にしてから滑ろ。じゃあ着替える前に食事しろよ。そのスキーウェアすごく似合う。そんなことを言わずに滑ろう。絶対一番上だ。そうそう、腹が減ってはい。あれだな、こいつ飯だな。あ、飯とゲームしか興味ねえな。俺やん。すっげえ遊んだ。あ、ちょっとスカートのとこはちょっと 見してほしかった感じあるな。終わっちゃうな。あー、でもあれやりたいな、正直。プレゼントのやつ、ほのかちゃんの家に行ってからのやつやりたいな。ちょっとな、他のイベントはまあ後からやるとしても、それ以外はちょっとやりたいな。ちょっとやりたい、ちょっとやりたい、ちょっと結構やりたいな。結構やりたい。お、どうした。お前、赤井さんのこと。あ、またこれか。一瞬で切りつけてやるわ。終わったー。さあ行くぜー。あとは、あと誕生日か。あと俺の誕生日しかないな。よし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 。白木さんの誕生日どうでもいいわ。もう攻略済みだからな。お、そうだ、俺の誕生日忘れたわ。さっき俺が言ったのに。もう完全にもう次のディスク1の準備しとったわ。今日お前の誕生日。もちろんで、ありがとう、すごく嬉しいよ。喜んでもよーし、卒業式になったぞ。ただね、ここのね、会話違うと思うんだよな。多分やけどな。多分ここの会話はちょっと違うはずなんだよ。いつも飛ばしてるけどな。ほら、CD めっちゃ回りようもん。お、ほら、私たち卒業生は今日、響の高等学校から社会へと旅立ちます。こうして皆様に見守られながら卒業できる喜びを今体いっぱいに感じています。まともな回答はな。お堅い挨拶はこれぐらいにしといて、私この3年間が面白かったぜ。ん？全部が全部覚えてないけどな。体育祭といい、文化祭といい、教室の中で机にしがみついてカリカリと勉強していること以外はすっげー楽しかった。うん、楽
しかったんだ。あ、まあそんなことはどうだっていいんだ。いや、よくない。ちくしょう、うまく言えねえ。あ、そのなんだ、あたしが言いたいのはだな、体育祭も文化祭も楽しかったのはお前がいてくれたからなんだ。もちろん修学旅行の時もだぜ。え？ちくしょう、暑いな。お前のことを考えるとなんかこの辺が暑いんだよ。つまり私が言いたいのは、私が言いたいのは、ずっとお前と一緒に遊びたいなあ。私とずっと遊ぼうぜ、ホムラ。ホムラ、お、そのこれからもずっと一緒に遊ぼうぜ、ホムラ。だから俺ホムラのこと好きだ。でもこれさ、すごいすげえ離れてる状態で。卒業生当時終わり。卒業生代表生徒会会長、赤いホムラ。いやー、ちょっとあれだな、実際でもちょっと離れすぎてる感じはあるけどな。すげえ離れた状態でこう告白してるようなもんだからな。これ、なんだよそれ。ホムラ、知らないのか、伝説の鐘の中の中で告白してできたカップルが大変になるだってさ。へーって、別に伝説なんかどうでもいいぜ。だってそんなものに頼らなくたって私たちはずっと楽しくやっていける。そうだろ。そうだな。よし、卒業祝いに飯食いに行こうぜ。ああ、気合入っとうね。あんな状態であんなところで言ったらさ、告白したらさ、みんなびっくりするよね。しかもお前のことがみたいな、俺もしかして俺みたいな、俺多分ホムラと結構仲良くしたぜみたいな人が一人ぐらいおったかもしれんけど、もしかして俺かもしれんみたいな、ていうことにはならんな。というところで今回はここまでにしたいと思います。でですね、プレゼントのやつなんですけど、ちょっとやってみようかなと思っております。でもしね、できなかったらできなかったでもいいかなと思っておりますが、まあいいかなと。で、ちょっとね、見れなかったイベントがあるので、次はね、さくらかえでこちゃんを攻略をしながら、そのイベントを見ようかなと思っております。まあなんでかって言ったら、11人攻略を最初見た人は分かると思うんですけど、カイデコちゃんは必ず転校するんですよね。なので最初カイデコちゃんばっかりつくことになるので、ホムラの攻略ができないという形だとちょうどいいんですよね。なので次はカイデコちゃんをやっていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。起きた、終わった、イエーイ。ホムラはね、あれだ、一枚絵じゃない、エンディングが一つしかないからね、これで終わりですね。いやー、前回に比べて結構楽だったな。前回はな、2日ぐらいかかったから。まあ、アルバムはいいかな。水着がね、若干違う感じがするんだけどな。で、この、これ、好感度が高ければ部屋に入れると
という形ですね。まあ、それをちょっとやってみようかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。